広島のパーソナルトレーニングジム、くびれ美人代表の畑です。今日は胸を鍛えてデコルテラインを美しくするエクササイズをご紹介します。ストレッチポールを用いると肩甲骨が動きますので胸を効果的に鍛えることができます。まず仰向けになります。背骨をこのストレッチポールの上に合わせていただきまして、肩甲骨を動かせるようにしていきます。まずは手をまっすぐ上に上げていきます。この位置からハの字を作っていきます。胸の筋肉の方向に合わせてダンベルをハの字にします。この状態で胸の筋肉、胸を斜め上方向に広げるような意識を持つと、肩甲骨が寄せて下に滑っていきますので、胸がきれいに腫れていきます。胸の筋肉を使いやすくなります。このハの字の状態から肘を少しだけ曲げながら、胸の伸びを、筋肉の伸びを感じていきます。イメージは胸を斜め上に広げることは常に意識をします。腰が反ってきやすいのでお腹には力を入れておいてください。この状態、胸の筋肉をぐっとテンションを感じた状態で今度は元に戻していきます。こうくっつかないようにしてください。くっつくと筋肉が弛緩して緊張が取れてしまいますので、常にハの字をキープして緊張を保ちながら最後のポジションまで、ハの字で筋肉をぐーっと伸ばして、胸の上の方ですね、胸の方の上の方の筋肉を意識して胸を張っていきます。ハの字をキープして筋肉のテンションを感じたら戻る。この動作を10から15回、女性では15回おすすめ。ゆっくりと呼吸を繰り返しながら行っていきます。ゆっくり吸いながら伸ばして、吐きながらグッと下りていきます。これだけで胸のトップの位置が上がったりとか、上の筋肉、デコルテラインをきれいにすることができます。It's right.